どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールやってますか？ということで、今回なんですけど、バージョン 1.1.1 で発見された BP 前借りバグというものがあるので、今回はそちらの方を皆さんに紹介していきたいと思います。はい、ということで、BP ね、まず知らない方に説明しますと、こちら、ファイトエリアでね、バトルタワーというものがあって、そこで勝ち進んでいくと BP というポイントがもらえて、ここでね、アイテムと交換できるんですよ。で、ここのね、アイテムがめちゃめちゃ良くて、例えば特製バッジだと夢特製に特性を変えれたりとか、特製カプセルだともう一つの別の特性に変えれたりとか、銀の王冠はこの建物のすぐそこにいるおじさんに話しかけるとレベル100になったポケモンの一つ個体値をねマックスにしてくれるっていう風な、まあ、そういうアイテム、ポケモン育成してる人にとってはね必須級のアイテムなんですよ。まあ、それがこちらで買えるんですけど、まあ、今作バトルタワー難しいんですよね、結構。で、しかも BP もね、なかなか溜まりづらいんですよね。なので、みんなね、これ欲しいけど足りないなっていう状況、ポケモンのね、対戦勢でそういう風に育成を考えてる方々はね、たびたびあると思うんですけど、まあでもね、なかなか大量に買う BP がない。まあ1個だけは買えるんだけど、みたいな感じのね、人いると思います。で、なおかつ、偶然自分今バグで遊びたいからアップデしてないんだよなって人にね、もう朗報です。今回ね、皆さん BP をね前借りしちゃう裏技教えちゃいますよ。まあ、どういうことかというと、最初ね、こちらのバグ BP 詐欺バグって言われてて、 BP をねちょろまかしてもらうことができるという風にね思われてたんですけど、まあ、実はこのバグやるとね、 BP がマイナスになって、まあ、買った分前借りしてることになる。まあ、借金してることになっちゃうんですよね。なので、いくらバトルタワー進めても、マイナス分が復旧するまで、ポイントがもらえなくなる。前借りっていうことがね、判明しました。まあ、なのでね、今からやるバグは、まあ、やってしまうと、購入分でバトルタワーで勝ち進めて、借金を返済しないと、プラスにならないので、皆さん気をつけてください。じゃあやり方なんですけど、下準備として登録に冒険ノートを入れといてください。はい、こちらね、選択バグと似たような感じで話しかけてこの冒険ノートを開くことで発動するバグです。はい、そしたらまずメニューバグをね引き起こしてください。ポケモンの強さを見る、そして ZLZR、 これでメニューバグを開くと。で、そしたらこのねお姉さんの前のいてプラスを押す。で、 BB、 これで、ね、選択肢バグと同じように商品がね出てくる少し前に冒険ノート開いてください。ちょっとねここタイミング難しいんですけど、これはもう慣れるしかないです。はい、こちらでは BP と景品との交換を行っております。この後です。この後を流れ作業で覚えるしかないです。はい、こういう感じ。はい、するとねこのように商品がね表示され、なおかつ動くことができるという、もう完全にバグ状態になってます。もう一度お姉さんの前に立つんですけど、ちょっとねこの状態でお姉さんに話しかけられる状態でやってしまうとソフトがね落ちてしまうんですよ。なので横を向いてから右スティックを使って買いたいアイテムを選んでください。今回じゃあパウリン、リドチウム、ブロムヘキシン、これ15個ずつ買っていこうかな。僕今ねバトルポイントが 15BP なんですけど、30バトルポイント借金をすることでこちら3つ購入していきたいと思います。で、ここでねまずマックスまでこの状態にしておいてください。そうしないとバグ失敗します。 X を押す。で、もう一度メニューバグを引き起こします。はい、でメニューバグがねできたらお姉さんの方を向いてからプラスで BB で、さっきと同じようにね話しかけて景品が出る少し前に冒険ノートを開きます。いきます。こちらでは BP と景品との交換を行っております。こっからね流れ作業です。はい、来ました。これでねこの商品画面が重なります。で、ここでねもう一度商品を選んでください。さっき確かタウリンをね選んだんで、今度リゾチウムを A を押してマックス交換、上を向くで X で、もう一度メニューバグを発動させます。で、同じようにまた話しかけて、はい、またね商品欄を表示させました。で、右を向いて今度ねブロムヘキシン行きましょうか。ブロムヘキシンで15、これね上限おそらくないんですけど、自分が満足する地点でこのね繰り返しをやめて、で普通に A で交換します。ブロムヘキシンでしたら15個で 15BP になりますがよろしいですか。で、はい、どうぞお受け取りください。で、まずねこの表示画面だとバトルポイント0でブロムヘキシン16ってなってるじゃないですか。で、この後 B をする、すると、はい、バトルポイントがね復活してます。で、リゾチウム15ポイントお受け取りください。15個を道具にしまった。で、 B で、またあるのでタウリンを購入。はい、これでなんとタウリン、リゾチウム、
ブロムヘキシン、それぞれね15個ずつを 15BP で購入することができました。まあ、一見タダでもらえてんじゃんって思うかもしれないんですけど、実はなんか処理上だとマイナス 30BP ということなんで、この状態でねバトルタワー戦っても 30BP 分勝った後じゃないとプラスでもらえないっていう風な、そういうちょっとね不思議なポケモンの数字の世界でマイナスが発生するっていうね、なかなかありえないことが起きます。はい、でここからなんですが、この状態でね取引をすると表記がバグります。なのでこっからね一旦外に出て、で空を飛ぶをしてください。でどこでもいいのでね、ポケモンリーグ以外のポケモンセンターに向かいます。はい、これね一瞬暗くてえってびっくりするかもしれないけど、上を押せばポケモンセンター入れるからね。で下行って購入完了という感じです。これでタウリン、ブロムヘキシン、リゾチウム、借金をして購入することができました。こちらのバグ 1.1.1 じゃないと、まあ、できないんですけど、 BP でねある程度何でも買える、全部のものが買えるっていう風な状態になった時にやってみたら、まあ、ほぼ無消費で 100BP やったらね 100BP で全アイテム買えたりしちゃうんで、なかなかお得なバグなんじゃないでしょうか。バグ使うこと抵抗ない人だったらこれ使った後に、まあ、一個ずつ買ってって、それ全て増殖させることで、まあ、ポケモン育成キット、ポケモン育成にね役立つアイテムが一通り揃う、なかなか便利なバグ技だと思います。以上が BP 前借りバグだったんですけど、普通のフレンドリーショップでやったらどうなるのかちょっと気になると思うんで、まあ、一旦やってみます。なんか何も書かれてないんで、やった人がいないのか成功しないのかわかんないですが、まあ、ちょっと一旦やってみますね。メニューバグを発生させ、登録を出し、でこのまま店員さんに話しかける。ようこそお買い物ですね。買いに来た。はい、来ました。あ、このままいけるね。ちょっといけそうな感じがする。じゃあね、僕ダークボール好きなんでダークボール買っちゃいましょうか。ダークボール今ね0個ですが、これでマックス817個、まあ、一旦ねやってみようか。でこの状態で X を押してメニューバグを起こします。買いに来たでした。はい、来ました。これ重なったねどうなんだろう。これでダークボールマックスまでやって、はい買いました。で B する。お、なんかいけそうだぞ。ダークボール。はい、どうぞ。お、999になりましたね。で、お小遣いもちゃんとゼロになったんで、もしかしたら、ガチ借金してる可能性あるね。ガチ借金バグ見つけちゃったかもしんない。BP 借金バグから。ちょっとこの状態で、戦闘して、お金もらえるかやってみましょうか。はい、ということで、戦闘終わりました。で、普通だったらね、賞金としてお金がもらえるんですが、今、まあ、マイナス800万ぐらい使ったんで、ちょっとどうなってるんだろうね。 BP の場合はマイナスになって BP もらえないっていう状況になるんですが、お金の場合マジでどうなるんでしょうか。元気なやつだな。賞金として1512円手に入れた。 OK、 これでどうなる。進化はいいって。じゃあ見ていきましょう。バッグ開いて、あ、1512円、0円スタートなんだね。お小遣いは0円スタートらしいので、まあ、つまり買い物し放題バグ見つけちゃったかもしんないね。このバグでね、カンストまでお金を貯めて何回も買い物すれば、まあ、無限に買い物ができる、まあ、めちゃめちゃすごいね。いいバグだわ。 BP の場合はマイナスっぽいんだけど、お小遣いの場合はゼロが最小値なので、戦闘して賞金がもらえないなんてことはねないみたいです。はい、ということで今回は BP 前借りバグの紹介と、そして自分の持ってるお金の倍以上買い物をする裏技について皆さんに紹介しました。この動画がねいいなと思った方はチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。